ヒラの仕様、インスタ配信で口ずさんだ金プリの曲とは、ジャニーズの仲間との交流秘話を明かす。今回は、元キング、プリンスのメンバーであるヒラの仕様が8月30日に行ったインスタライブについて、その中で明かされた金プリの曲、ジャニーズ事務所の動向、そしてジャニーズの仲間たちとの交流秘話について詳しくご紹介します。ジャニーズ祭りの予感、8月30日。 平ラの仕がインスタライブを行い、シクストーンスの森本慎太郎やキンプリの高橋海人、岸優太の名前を挙げ、ジャニーズ祭りの様相を提示しました。この日、藤島ジュリー恵子社長の辞任が報じられ、ジャニーズ事務所に大きな変化が訪れた日でした。果たして、平野はなぜこのタイミングで配信を行ったのでしょうか性加害問題との背景、同29日には、 ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の性加害問題が再発防止特別チームによって認定され、ジュリー氏への退任勧告も行われました。これに関する報道が大々的に行われる中、平野のインスタライブは注目を浴びました。インスタライブの盛り上がり。インスタライブでは、平野がファンのコメントを積極的に読み上げ、質問にも軽快に答えました。途中、俳優の横浜流星がサプライズ登場し、 視聴者は50万人を超える大盛況ぶりでした。平夜はファンとの交流を大切にし、親しみやすい一面を見せました。騎士の誕生日会エピソード。特に注目を集めたのは、騎士ユータの誕生日会エピソードでした。昨年の騎士の誕生日会で、高橋が泥酔してしまい、他のメンバーがタクシーを手配し、先に帰宅したことを明かしました。このエピソードについて、平夜は、多分おいで帰った。 笑いと告白しましたが、でも、俺超優しいよと続け、高橋を車で迎えに行き、家まで送ったという出来事を明かしました。ジャニーズメンバーの仲間愛が垣間見えました。森本慎太郎との共演未遂、後日談。平野はインスタライブで、親友として知られる森本慎太郎についても言及しました。前回のインスタライブで、森本が平野に電話をかけたという陳事がありました。平野は電話中、 視聴者に相手の声が聞こえないように一瞬通話し、その後笑いながら電話を切りました。ファンはすぐに森本からの着信だと気づきました。森本は後日、この出来事を明かし、ファンを驚かせましたが、平野との関係は良好で、森本からのメールには、俺も何もなかったお。ハートマーク、大丈夫だったお。ハートマークという内容が届き、平野も笑顔で返信していました。体重激減のエピソード。 また、平野は、クロサギの撮影時に一日五食食べていたにもかかわらず、体重が激減したエピソードも告白しました。さらに、同ドラマの主題歌であるキンプリの、月読みを口ずさんでファンを喜ばせました。ジャニーズ事務所の危機的状況にもかかわらず、平野は仲間たちとの交流や、在籍当時の思い出をにこやかに話し、ファンを癒しました。結論。 ヒラノ仕様のインスタライブはファンにとって心温まる瞬間となりました。ジャニーズ事務所が大きな変革を迎える中、平野はファンへのエールを届ける存在として輝きました。今後も彼のインスタライブがどんな話題を提供してくれるのか、楽しみに待ちたいと思います。以上、ヒラノ仕様のインスタライブからの興味深いエピソードについてお伝えしました。ジャニーズファンにとって、 彼の明るい一面や仲間愛に触れることができる貴重な瞬間でしたね。引き続き、平野紫様の活動に注目し、ジャニーズ事務所の動向にも耳を傾けていきましょう。